まあ、大工さんが潰れてるわけではないんですけど、もうちょっと手首と揃うといいかな。やっぱりまだそれだとちょっと手首手動、手首謝罪にちょっとなりそうな感じなので、そうそう、もうちょっと大工さんが出てるといいですね。だから引いてないんだけど、実際に1号だから中身は引いてないんですけど、この2、3、4のところの山が崩れないように、そう、やっぱり同じ高さぐらい、せめて、まあ、ちょっと上がってもいいけど、手首が、せめて同じ高さぐらい、下がらなくていいよ、決して下がらなくてはいいんですけど、この形のまま、だんだんね、だんだん下に行けば行くほど、こうやって上がってくる。ね、そうそう、だからちょっと支えが弱くなってるから、だから全体で弾く、オクターブなんだけど、1号しか使ってないんだけど、この手のひら全体で弾くと思ってください。そう、中身がある和音と同じです。特に2が潰れない。2がちょっと潰れてくるかな、だんだん。2がビヨンって伸びてきちゃうから。2は伸びないように、第3が伸びないように、そうそうそう、気をつけて。結構ね、そうそう、気をつけないとオクターブの方が難しいんですよ。中身が潰れてくるから。ちゃんと中をしっかり、このアーチをちゃんとキープさせといていかないと結構大変なんですよね。ちょっとゆっくり、アーチ気をつけて、2番のアーチ気をつけて、そうか、やっぱりその、ね、中身がだいぶ抜けてくる。この形ね、この形でこのまんま、このタッ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 、だんだんこうやってこうペロンペロン、もう極端に言うとこうやってペロンペロンってしてきちゃうから、このまま形を変えないで、そのままパッタ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 ッといけるように、ちょっとゆっくり一個一個形変えない、